ミハイル・イリチコーチ公主勤は、ソ連の戦車設計士。第二次世界大戦時の赤軍の主力となった、中戦車 T-34 を設計した。ヤロスラフ州ブルインチャギ村出身。父は7歳の時に亡くなり、母親は女で一つで3児を育てた。1917年、赤軍に招集。ロシア内戦終結後。 1921年から1924年、共産主義大学で学んだ。1929年、レニングラード工業大学に派遣され、自動車、トラクター講座に編入された。1934年、公主金は技師となり、SM キーロフ記念レニングラード試験機械製造、工場に送られた。当時、同工場では T-43、T t 四十六から一、t 二十九、t 四十六から5、t 1 0百が開発、製造されていた。公主金は t 二十九と t 四十六から五の開発に参加し、既存戦車、新規試作車主験業務を指導した。九百三十七年十一月、ウクライナのハリコフ機関車工場の戦車、設計局局長に、 粛清で追われた A フィロソフの公認として着任した。同工場で生産していた BT-7 の改良を手掛けた後、その発展型である試作戦車 A-20、A-32 を作り上げた。この A-32 に装甲増圧、立体幅の拡大、武装強化など、小改良したものが T-34 となる。公式金は激務がたたり、 T-34 の最初の量産車が完成して11日後、肺炎が悪化して死去した。公主金が、生涯で設計した戦車で、量産までこぎつけたのは1車種だけだったが、それが T-34 だった。T-34 の設計に対して、公主金には、死後、スターリン賞、社会主義労働英雄の称号が授与された。ありがとうございます。